はい、ダービーサリオン3実況始めていきたいと思います。今日もねゆっくりまったりと始めていきましょう。先ほどねまたしてもカップラーメン食べてきました。カップラーメンね体に悪いの分かってるんですけどね、なんか食べてしまうんですよね。それでですね、まるちゃんの製麺だったかな、豚骨味ですね、製麺のあれね。まあ袋麺がありましたけど、カップ麺は新発売なんですかね。ちょっとねがっかりだなと、食べてみてね、あれ麺がねやばいんですよ。豚骨なのにやばいんですよ。ありえませんよね。やっぱり豚骨はねバリカタじゃないと、バリカタっていうかまあ硬めじゃないとね僕は好きじゃありませんね。あのおそらくね袋麺の製麺がねやばいじゃないですか。あれに合わせてるんですよね、カップ麺の方も。ちょっとがっかりでしたね僕は。だから豚骨のねカップ麺といったらやっぱりね、セブンイレブンに置いてある一風堂のやつとね、あの日清のラオウですね。日清のラオウは美味しいですよ、あれバリカタでね。まあ、そんな話はどうでもいいんで始めていきましょう。拡張したんですねこれね、広いですよね。受胎してる、よし受胎してる。あ、不受胎か、マミちゃんは。よし、受胎してる。そして、ね、山菜場のコメントをね、見忘れるケースが多くなってるんで、ちょっとね、僕自身ね、頭の方がね、ちょっとボケかかってきてるんで、まだボケる年ではないんですけど、ちょっと注意されたんでね、コメントの方でも指摘されたんで、もうちょっとね、しっかり、ゲームしていきたいですね。また気象なんか、この出来すぎ2世で困ったな、出来すぎ2世。そして出来すぎ2世どうしましょうかね。気象なんだったらちょっとデビューするのどうしましょうかね。コンコンちゃんさんどうですかこれ。気象なんだったら即引退させてもいいですかね。ルパンサードね、これ間違えたんですよね。ルパンザサードにしたかったのにルパンサード。この馬が4000万だよね確かね、4000万。藤子ちゃんもやんちゃで3200万とか、これもよくわからないな。ちょっとね、とったんが怖がり、なんでなんかね、縄体を終わらすっていうねことわざありますけど、その通りになってますね。なんかね、とっつぁん少し怖がりのところもありますが、とっつぁんとはねその中3以来は会ってないんでね、どういうね大人に成長したかは分からないんですけどね。懐かしいな、とっつぁん育てたいけどね。ドナルドはあれか、入居できるのかな、まだですね。一旦放牧に出したんですね。さて、セイントセイヤが安田記念5着だったんで申し訳ない、5着だったんで高塚記念ですね、次走ね、殿堂入りをかけて。あ、それでですね、今週はリアル競馬毎朝刊と京都大賞典があります、ね、もう一つなんか2歳重賞があるのかな。あの一応ね、あのやらないって言ってたんですけど、1000円だけパッドに入れてきました。ほんと1000円だけ入れてきたんで、ちょっととね、あの毎日王冠の方はやろうと思ってます。6月4週やね、他にいたっけ、入居はいないよね。宝塚記念は取りたいですよね、これ絶好調にしてもいいんで。絶好調になってもいいよ。ならないね。もう一回やめとこうが、故障したら怖いもんな。2日ね、追い切りは厳しいですよね。あの毎朝刊はね、まあババアとか見てないんですけど、一応ねスピルバーグ中心に考えようかなと思ってるんですよね。スピルバーグ現在ね
7番人気ですよ。これどうですかね。これ G1 馬が去年の天皇賞馬が7番人気って人気なさすぎでしょ。これエイシンヒカリが1番人気ですよ。これちょっと人気のね、人気おかしくないですか。これスピルバーグ7番人気ってびっくりですね。これあの大阪杯がね、不利な条件の中でね、あの4着まで来てるんですよね。この時ね仕上がりも悪かったんですよ。それなのによく走ったなっていう印象があったんですよね。今回も休養明けになるんですが、おそらくね大阪杯よりは仕上がってると思うんですよね。まあ海外遠征明けなんですけど、それでですね、まあ、東京開幕週ですけど満勝館というとね差しが結構決まったりするんでね、テレグノシスとかね、蝶さんとかいましたよね。古すぎるかちょっとね古すぎるかもしれませんが、例がね、例えが差し追い込みがね結構決まったりするんですよ、開幕週でも。では狙いたいなと。もともとだからスピルバーグっていうのはそういうね馬場とか展開の中突っ込んでくるタイプなんで、うん、狙いたいですね。いけるかな。見本ですね。あとイスラボニータも狙いたいですね。サツキ勝馬イスラボニータ、これも6番人気ですよ。確かにね中山記念5着、ジャパンカップ9着、でも去年の秋の天皇賞3着ですからね。実力はね小馬と対戦してもね証明済みなんで、これも人気ないですよね。あと人気どころではバンセンヌ、ディサイファーあたりかな。エイシンヒカリはね穴なら買おうかなと思ってたんですけど、一番人気ではあまり触手が動きませんね。割れてるんですかね毎日がね。楽しみですね。宝塚記念取りたい。刺しのがいいかな。去年はね先行で垂れたんでね、最後直前で。この印はアグリキャップか。まあ、刺しでいこうか。ベガーあたりにね印奪われてるっていうのは不満ですね。レース重か。オリキャップもねあのスタミナ印から欠けてたんで多分入れ込んでるんですよ。あオリキャップ後ろからか。オレンジの帽子ですね。10番、先に上がっていってね最後直線で垂れてほしい。セイヤ折り合ってるんでアグリの後ろからね差し切ってほしい。もう上がっていっていいよ、上がっていきなよ。オグリはね垂れると思うんですよこれ。ちょっと上がっていけって、もういいって上がっていって、ちょっとゆっくり構えすぎだな、主なのにね。手応えが悪いのか、オグリバテると思うんだよな多分。ちょっと真ん中からオグリバテてるでしょ。おい何やってんだ。ほら仕掛け遅いって。今の勝てたレースだわ。エビナー。というわけでね、まだ休養ですね。報告出しましょう。秋に備えましょうね。なんとしてでもね、
殿堂入りさせたいんでね。それドナルドをね、うん、デビュー戦ですね。調子はいいと。この馬もねスピードはあると思うんですよね。おそらく勝負根性がないんで、うん、まあ出来すぎくんみたいなタイプだと思うんですよね。おそらく難儀なタイプですよ、おそらくね。出そうかな。だとか次がいいね。ドナルドは何キロだったかな。436？違うかな。ちょっと太いですけど、デビュー戦はね、まあ、太めでも勝ってもらわないと困りますよ。札幌デビューですね。さて、新馬 1200m。 鞍上は、うーん、まあ、加藤さん乗けますか。北斗ベガンのね、加藤さん。一番人気、あれあれこれはちょっと意外だな。入れ込んでるからですかね。まあ人気ないようでしたね。もう即引退させますんで。前友さんにはね悪いんですけど、もう心を鬼にしてね、僕はね、馬はね、経済動物として扱ってほしくないんですよね。だからね、馬主にはなれないんじゃないかなと思うんですよ。もちろんお金ないからなれないんですけどね。僕は動物好きなのが高じて競馬好きになったと思ってますからね。馬が好きなんですよね。というか動物が好きなんですよ。4着ね。うん。厳しい。動物が好きで競馬好きっていうのは珍しいんですかね。僕それ今まで、ね、誰にも話したことなかったんですけどね、友人にそれを話したらね、笑われましたね。カミングアウトしたら笑われました。まあね、でも競馬ね勉強していくにつれてね、あの競馬の黒い面っていうか厳しい面も知ってしまうわけでね、うん、そういうのを知ってしまうとね、競馬存在してていいのかっていう思いもねもちろんあるんですよ。そんな話やめましょうね。やめときましょう。ドナルド、これはちょっと重いよね。絞らないと、もうちょっと絶好調。446。あ、やっぱ436キロですね、ベスト体重ね。出しましょうか。勝利戦。もうちょっとランク上のジョッキーいないかな。滝さん。これで変わるかもしれない。2戦目の変わり身に期待。聖夜は9月からでいいですよね。ここでどんなレース見せるか。また入れ込んでる。これダメだな、このね入れ込み具合だったら。ちょっと引退しましょうかね。この印は厳しいですね、どう考えてもね。うん、これはダメだ。心を鬼にして。サラブレッドをね、切らないといけない。
これが現実の競馬だったらかなりね、応えますよね。動物好きでだから馬主ってなれるんですかね。どうですかね。未勝利馬をね切るなんてできないですよ。あ、ペーパーオーナーぐらいなの、ペーパーオーナーじゃないわ、一口馬主ぐらいならね一度はなりたいなとは思うんですけど、馬を経済動物として扱わなければならない馬主にはねなれないなと思いますね。もちろんお金もありません、馬主になるね。ちょっと引退させます。はい、貴重なんはやっぱり無理です。1000番にしたらね可能性あるかもしれないけど、1000番にしたらもうクラシックには出れないんで無理ですね。さて、セイントセイヤのまた故障しなきゃいいんだけど、殿堂入りを目指しましょう。もうラストチャンスかもしれないな、年齢的にね。ちょっとね合わせるのやめとこう、すぐね体調が回復するんで。毎日王冠出しましょうかね。毎日王冠、いい感じやね。体重はねもうちょっと減ってほしいんだけど、まあ毎週間使ったら中2週で天皇賞秋になるんでね、重めに作っとかないといけないんですけどね。よし、いい感じ、一番いい感じだな。404キロで出しましょう。ここでね強いところ見せてもらいたいんだけど、今回天皇賞秋までやりましょうかね。現在17分か、急いでやらないと。あー入れ込んでるか、一番人気にならないな。相手強いイナリアンにアグリキャップ、ガチンコやね。ガチンコすぎる。差しでいきましょう。前走ね折り合ってたんだよね。折り合いにはもうだいぶね折り合いつくようになってきたんで、オグリとイナレアンとガチンコの勝負、おそらく秋天も出てくるんでね、これは厳しい戦いになりますよ。そして秋天からマイルチャンピオンシップ行ったらオグリ連戦かな。オグリとね、この秋はオグリ3連戦ですか、ひょっとしたらオグリと。それは困るな。オグリに勝たないと殿堂入りはできないか。折り合ってるよねやっぱりね、この位置で。ゆっくりめの流れからの瞬発力勝負ですね。いい勝負、抜けた抜けた、そのままいけ、そのまま行け。オグリやん、壁や、オグリ壁、勝ったやろこれ、これ勝ったよね。よし、強い強い、これは強いわ。前哨戦で派手な勝ち方しすぎだよ。強い。ひょっとしたら毎日王冠僕も勝てるかもしれませんね。状態は良さげと。よし、いい感じやね。ここもねマイルチャンピオンシップを視野に入れてるんで、402か400キロぐらいで出したいですね、秋天ね。
ここは軽めでね、402キロで行きましょう。今日はね、ここまでにしましょうね。ここ取ったらもう G1 3勝ということで殿堂入りが決定です。エビショウさん、エビショウさんがね、初 G1 取ったのもバブルガムヘロンの天皇賞秋でしたよね、おそらく。オグリキャッププラス12キロ、チャンスはあるね。あー、ちょっと飛ばしてもらった。あー、このシリーズ最悪だ、入れ込んでるんだ。これは厳しいですよ、正直。追い込みでいきましょう。追い込むしかないわ、これ勝てないと思う、おそらく。追い切り軽めにしてね、状態は整ったと思ったんですが、パドックでの入れ込み具合と、これは厳しい。しかも外で、外でグラグラいってるし、内に入れたいんだけど、これはダメだ。もうね、直線中盤ぐらいでムチ入れる展開になるんじゃないかな。これはダメだ、もう前行った方がいいよ、前に前に。そこでもう入れた方がいい、内に内に入れた方がいい。そう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 、もうそれももっと早くやらないと。アグリも汚い、一番内からね、内飛ぶ開くんでね、これいけるかな。内、最内、最内、いけ、最内。あー、やっぱオグリに離された。いけ、そのままいけ、根性でいけ、根性でいけ、根性でいけ。オグリと叩き合い、オグリ、オグリかわせ、オグリかわせ。ダメか、ダメか、2着や。やっぱりアグリや。厳しいな、これ。いい勝負だったけど、アグリを今ね、閉じ込めとかないと、エビナジョッキーは。というわけで今回これで終了したいと思います。ちょっとセイントセイヤのね、殿堂入りは厳しい情勢ですが、次回もね、チャレンジしていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。